やあ。ボディエソール太陽を浴びて、ボディエソール踊り出そうよ。同じステップの毎日じゃ生きてることさえ忘れちゃう。それじゃ張りがない。はい、皆さんこんにちは。ですね、僕6年前ぐらいに10キロぐらい太ってたんですよ。で、会社の健康診断で引っかかっちゃって、で、改めて病院行って検査してくださいって言われて検査したら、脂肪肝肝炎で、もう肝硬変の一歩手前で、もうこのまま行ったら肝臓がまっしぐらだよって言われて、で、これ何とかしなきゃなと思って、病院の先生にも怒られて、で、1ヶ月ぐらい食事制限だけで、運動もしなくちゃダメって言われたんだけど、食事制限って言っても、もともとが食べ過ぎてて、普通の人の多分米3倍ぐらい食ってたんですよね。で、それを人並みぐらい、人並みよりそれでもちょっと多いぐらいで、病院の先生も、これならいいかぐらいな、よかったね、投薬治療しないでっていうレベルまでなって、で、それから少しずつで、こう健康のためにやってったら結果痩せちゃったよっていう感じなんですよね。で、最近よく食べない方がいいみたいな、もう1日1食が健康のためにいいよみたいな本結構出てるじゃないですか。で、それ見て、それ意識するようにしてやって、で、その結果、ください、こっちがいいか、これ昔キツキツだった、見えないかな、キツキツだったズボン出してきて履いてます、今これだけで、この血液の、わかるかな、これね、この平成26年の時にこれ肝臓の数値いっちゃってたけど、平成30年にこれになって、で、令和2年の夏、去年の夏かな、こんだけ数値が下がりましたっていう。ただの報告でした。献血行ってるんですねって思った人、チャンネル登録よろしくお願いします。誰かがこっそり米地に飾り続けて、小さな絵姉から秘密の暗号、森へのパスポート、不思議な冒険始まる。